フリードリヒ・アルベルト・ランゲ。フリードリヒ・アルベルト・ランゲは、ドイツの哲学者、思想史や、改革派神学者のヨハン・ペーター・ランゲの子として、ゾーリンゲン近郊のバルトに出生。ゾーリンゲンやデュースブルクで育つが、12歳の時に、父がチューリッヒ大学へ教授として招かれたため、家族でスイスに移住。自らも1848年からチューリッヒ大学で学び、ついで言語学の講義を受けるために、ボン大学に移った。博士の学位を得て、ケルンの古典文法学校の副校長となる。1855年に哲学の院外教授として、ボン大学に戻り、教育の歴史、16世紀の諸学派、心理学、道徳統計学について講義した。1857年の夏には、唯物論史について講義をし、その成果は1866年に発刊された著書、唯物論史に結実した。同じ頃、自然科学を研究し、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの生理学の講義に出席し、論理学体系、哲学史の著者であるフリードリヒ・ユーベルベークと親交を持った。1858年から、デュースブルクの高等学校で校長を務めたが、1861年に辞職してデュースブルク商業会議所の秘書となり、財政的手腕を発揮した。1862年から1866年まで日刊新聞、ライン・ウント、ルーア・ツァイトゥングの編集者として自由主義の主張を広め、当時の反動的な政府と対決し始める。民衆に知識を普及させるべく努め、ライン地方とベストファーレン地方の労働者の利益を擁護するために自身で新聞を発行した。1866年11月、学生時代の友人が所有している民主主義的な新聞、デア・ラント・ボーテを手伝うためにビンタートゥールへ移る。1870年から哲学の教授としてチューリッヒ大学に招聘され、1872年からはマールブルク大学へと移り、論理学、心理学、近代教育史、投票論、シラーの哲学史などについて講義をした。晩年の2年間は進行する病気と闘いながらの著述活動であった。マールブルクにて没。ありがとうございます。